なになに、どうするどうする。空気がやばい、マジで。さっきとは違う。なんか苦しい。短いやそれじゃ。お前ビーダマダジェイペトオカルトスイマズ。どうした。いや、あの空気うますぎて、深呼吸してる時始まったから、びっくりしてた。確かに空気うまいよね。うまい空気が。今日はどこに来てますか。はい、今回ですね、神奈川県相模原市にあります、ジェイソン村という場所に来てます。怖えよ。だってジェイソンがやってたら13日の金曜日もあのマスクのね。で、なんでそう言われてるのかというと、ジェイソン村って日本に確か 2,3 箇所のかな、のうちの一つなんですけど、ここで起こったとされている内容というと、青年が殺されてしまって、その斧で、あのそこに住んでる人たちを次々殺しちゃったと言われてる場所で、まあ、ここであの霊が目撃されるとか、で足音聞こえるとか、実際それが本当なのかっていうのを掃除していこうかなと思って。ジェイソンみたいに無差別で人を殺したからっていうことなんかもね。廃村なんだよね。一応ね、そう、廃村、集落みたいになってる場所で、ね、そこに建てると浮遊霊とかね、裏とかでいそうだからさ、気をつけて頑張っていかないといけませんよね。どうしたの。そうだよね。なんですか。ジェスコってそういうこと言ってるでしょ。なんかでも今粒立てたよね、今。すいませんね。どういう噂か、噂にしろさ。それ何してんねん。ちょっとね、肌寒いからね、もう山の中やから。それでは早速、今回の掃除に参りましょう。ベロリンチア。廃村になったジェイソン村の噂。掃除、スタート。もう怖いけど、もともとさ、電気は通ったはずなんだよ。本当だってことはね。え？え？何これ？え？いきなり？え、マジで何？そこら辺から叫び声が聞こえたような。そうですね、なんか、え、もう叫び声じゃないってか、キャーキャーだったよね。あの、いや、鳥かなと思ったけど、最初、なった音鳴った瞬間、この時間に鳥は絶対ありえないし、もう12時回ってるわけだから。え、完全にキャーやったよね。しかも2階、うん、え、待って、マジですごくなかった。すごかったよ、マジでやばいよ。完全に叫び声やったよね。ジェイソンに襲われた女性みたいな、3つね、そうやって想像しちゃうよな。モーター音聞こえない？聞こえます。あ、モーター、遠くで車が。いや、違う、そういう音じゃない。車の音っぽくはなかった。どっちかって言ったら、ストーブがついてるような。そう。どうしよう。え、マジ動物あるぜ、これ。いや、ちょっと。うわ、びっくりした。やばい。マジでやばいって。待って、こんな、なんか演出みたいなことある？俺らが立ち止まってカメラ向けたら。いや、これや。以上、オカルトスイバーズでした。もう帰ろう。そうはいかんて。やばいって、もうこんなこと。この先に、ジェイソン村が。めちゃくちゃ怖いわ、これ。行こうか。これね。やばい。絶対おる。やばい。二足歩行なしよ。やばそうやんな。ザッザッザッザみたいな。おる。なんかおる。待って。どうする。結構やばいことになりそうだね。待て。まだ聞こえる。
グーッつってるよ絶対。言ってるか。ビー玉短いやろ。短いやろそれじゃお前。お前相手の前に入ろうとしてるやん。なんでここの距離で戦おうとすんだよ。ひとまずね。こっちからこっちからしてるし。中からしてたな今。どうしよう。いややばいねって。待ってえぐいな。こっちまでか。ほら。あそっちもやばいやばいやばい。ほんまにやばい。ちょっと待って囲まれてる感じするな本当に。いやほんまに野犬かこれ。人っぽくない？遠吠えみたいな。子グマとかじゃない？何音と一緒にガサッと落としたから絶対に何かの動物でもないの人と同じくらいで一回行ってみますか、ね、いやちょっとやばいかもマジでやばいな入り口でごめんなさいねこんなグダグダグダでもほんまなんすよちょっと、ね、これはやばすぎんな行ってみようか行くかもういや怖いいやえぐいえぐいもうこのもうカーテンみたいな、うん、道じゃないもんなこれ何だこれあ待ってコードだ電気路が電線果たしてこの先に配送があるのかあ道開けたな本当だ、うん、うわあさっき話したけどさ、うん、音がさもうここら辺からもうすごいのよすで、うん、にあった見えたうわっあったあったあったあれあれマジマジでいや着きましたねうわ本当にあるんだ。うん。じゃあ中見てみようかちょっと。こういう建物が何個かあるかな。てかさ入れなくない？えここが入り口なの？いや。いや閉ざされてる。完全に打ち付けられてるな。うん、そっか。これどういうことこれどういうこと？え？かまどもが打ち付けられてるんだ。えどういうこと違う？マジどういうこと？え？壁にパーンみたいなまだいくつか家あるからちょっとそっちあ、入れますあ、行けるあ、ほんまや全貌が明らかにあーまあまあかなり駆逐はしちゃってるんだけどうわーもう空気が重いすっごい重いわあれ何服服だね、服が残ってるまだこっちは風呂か、うん、その奥がまああの置いてるものとかはかなり古いものじゃない、うん、これだったりとかこういうものだったりとかはかなり古いもの地下室みたいなやつ古いいやこれ暖房だね、うん、ヒーターこれてかさっきさあの入り口で聞いたさ俺たちヒーターの音みたいに聞こえたじゃんえこれあんなとこまでその浮遊霊とかはさ多分俺たちと違う世界に住んでて生活があったりするから黄泉の国では普通の今俺たちが土足で踏み入れてるここで生活が行われてるのかもしれないし今俺らが来たからあヒーター消せっつって今ついてないみたいなどうなんだろうでもいろいろ考えられるよねそういうことも、うん、GoPro で今回 GoPro で周りとか映す感じで、うん、あ待ってこっちはね入り口がその打ち付けられてないのよそうか火器厳禁って何なんだろうなんかガスとかここにしまっちゃったのかな
見てみる、ちょっと。うん、ちょっとペット行って、はい。メーターがあって、うん、たださ、錆びてる、赤い錆びてるもんね。ドア開いてんのがいざなってる感じする、うん、ちょっと待ってさ、これさ、多分入ったらさ、こっちまで来てくれたら分かんだけど、あの、何かがあったっていうのが、ここで何かあったって、なんか思っちゃうくらい空気がやばい。マジで？さっきとは違う、超冷たい、重い空気じゃなくて冷たい空気がする。確かに。やばくない？何これ？あらあらあら、作りの構造は一緒だね。ヒーターが色違うけど一緒じゃない？うん、赤。いや、青で。そっかそっか、色違う。あ、服だ。服？そうだね。ヒーター、え、待って、何これ。あ、そうか。あ、そうね、危ないね。側から見るのとかの、ここにもう一軒。ごめん、なんだこれ。これなんだろう、わかんないね。なんなんだろう。水場っぽいね。あ、水場っぽいね、うん、水道があった場所。うん、ちょっと入れる。あ、びっくりした。おお。ここが一番ちゃんと残ってんじゃない。作り的にはそうで一緒だね。で、やっぱりさっきの部屋とはやっぱり空気が全然違うんだよ。うわ、うわ、びっくりした。びっくりした、マジで。うわ、いたしらないな。びっくりした。ふざけやがって。けど俺、真ん中2回目の部屋がちょっとやばかったな。その冷たい邪悪な2軒目で感じ、2軒目ですごい感じて、でここと1軒目はそのやっぱり空気が重い、その埃とかの、うん、オカルトスイーパーズは視聴者の皆様からの怪談を募集しています。 Twitter の DM または概要欄に記載してあるメールアドレスに送ってください。 Twitter とインスタのフォローもお願いします。チャンネル登録・高評価もお頼み申す。それでは明日もペロリンチョ。